ピキ契約デイリー、11月21日、同休8です。今日は、指定契約も取れます。メンバーは、押し出し2人目の F イーターのほか、新キャラのアスベストスを入れてみました。基本的には先週と同じですけど、少し変化をつけました。まずはいつも通り、ここに、先方のクーリエを置きます。次にこのマスに、蝶を置きますが、押し出しのタイミングによって、敵が重なって、やりにくくなります。先方のコストが10なら、コストが18溜まった時に置くと、敵と雲が重なりにくくなる。かもです。詳しい人いたら教えてください。新キャラのアスベストスを置きます。今回、スキル1にしました。スキル中の術ダメージカットを狙います。右下から、強化されているステルス雲が出てきましたね。これは、蝶で打ち上げた後、雲だけが燃える床に半分乗るように、グラベルでブロックします。そして、燃える床に雲だけ焼いてもらいます。奥の重装で受けると、ダメージが大きすぎるからです。ただ、他の敵と重なっていると、雲だけブロックできなくなるので、それが起きにくいように、蝶を置くタイミングを調整しました。もし重なった場合は、1ブロック前衛で1体ずつ剥がしていくか、重装で2体まとめてブロックする手があると思います。さて、上列に来ている斧持ちを、クオーラで止めました。通常だと、クオーラの前にある床1枚だけが、この斧持ちにダメージを与えますが、F イーターや蝶のスキルに、ランク7で押すと、斧持ちが少し下にずれて、上下の床2枚で、ダメージを与えることができるようになります。さらに、クオーラがいるマスの右下隅に乗せると、3枚焼きができるそうですが、2回押しても、うまく乗ってる感じがしませんでした。押すタイミングかもです。ちなみに、引っ張りのロープや、クリフハートのスキルに特化3なら、下から引っ張っても、同じことができます。右上から出ている術師は、今回は無視して、食らったら医療で回復します。先週のように、宴のスキル1で止める方法は、操作がさらに増えるのでやめました。ちなみに、ここにアドナキエルを置くと、素質で術師を優先して攻撃しますが、敵に防御アップがついてて、豆鉄砲感が強かったので、やめました。今回は、この高台にも医療を置いています。雲が奥まで来ない前提なので、攻撃は食らいません。さて、術剣士が走ってきているので、アスベストスのスキルを使ってみましょう。スキル1だと、次に受ける術ダメージを1回ガードして、効果時間内、受ける術ダメージを減らします。カレツは、術剣士の攻撃が痛いので、ぴったりのスキルですね。まあ最初は、派手なスキル2にしようと思っていたんですけど、思いのほか、ダメージが出なかったので、変えました。さて、斧持ちが赤いやつになっているので、まずは、ススーロのスキルを使います。ススーロのスキルが切れたら、次はクオーラのスキルです。今出ている雲は、タイミングがずれていて、グラベルが間に合わないので、別の1ブロックキャラでブロックします。アスベストスは、武器庫東で、アーツバードの攻撃を受けるときに役立つかもな、と、今更思っています。さらにここは、雲と別の敵が重なっているので、1ブロックキャラで1体だけ止めてずらして、改めてグラベルでブロックし直します。最後の赤い斧持ちは、下にやってきます。蝶で2回押せば、上に行きますけど、強化されているこいつを、下列で受けるのは、ちょっとしんどいので、受け役を撤退させて、後ろに流します。今日のデイリーには、排水の陣がないですしね。あとは、今出ている敵が倒れるまで耐えれば、クリアです。下から上に押し上げるという形は、おそらく、このマスが配置負荷にでもならない限り、変わらないんでしょうね。今日の東急8と、指定契約でした。ご視聴ありがとうございました。